ワンパチで5000円ぐらいまで落ちたけど、あ、オッケーオッケーオッケー、これ勝てばとりあえず3桁に復帰できるな。まあ、順位が下であれば下であるほど上げるのは簡単なんだけど、普通に5000位ぐらいからここまで上げるだけでもしんどかったから、もう変なポケモン使うのやめるわ。で、まあ、ガオガエン、剣舞ガオガエンですね。で、命の弾持たせて永遠に特化させたガオガエンが強そうだなと思って使って、まあ、今のところワンパチ使うのやめてからは、まあ、全勝でここまで来れてるんだけど、まあ、これはガオガエンで多分全部破壊できるんだよね。アシレーヌ以外はガオガエンでぶっ飛ばせるから、積極的に出していくとして、ガオガエンだとアシレーヌがだるいから、ロトムで受けて削って、ラス1何にするかだけど、ガオガエンが剣舞型だから、剣舞の起点作れるカバルドンでいいかな。これでいきます。相手の初手何か分かんないけど、いや、アシレーヌから来るかな。カバルドンとかもいるし、ワンチャンアシレーヌから来る可能性ある。ただ、カットロトム初手嫌うとアシレーヌから入ってこない、可能性もあるんで、まあ、だから最近ちょっと自分やばいなと思うことあってさ、あ、ラットか。これ圧倒的出し勝ち。で、マイクロウラさ、ガオガエン受けれるのが、まあ、アシレーヌしかいないわけよ。で、出してくるとしたら、ワンチャンブラッキー投げはある。ブラッキーかアシレーヌなんだけど、まあ、どっちが出てくるにしろ、ここ、剣の前積んで一気に崩していけるんで、突っ込んできたんだけど。なにこれ、宿り木の種とか。ガオガエン炎タイプの前で、ラットレイが宿り木とか打ってくるのさすがに強気すぎな。いや、スティルスロックは、これ、悠長。てか、相手さ、これ、剣舞したガオガエン多分受けれないと思うんだけど。確実にナット切ってからじゃないと動けないと思うんで、まあ、ここはさっさとダイマー切ろうと思います。ブラッキーかな。あ、カビ、あー、いや、カビは熱い脂肪だと一発受けれるけど、ここのカビの後出しって結局熱い脂肪だったとしてもダイバーンからの、晴れダイバーンでカビゴン飛ばせるから、まあ、多分いけると思うんだけどね。ナットもガオガエンで睨み効かせれてるから、相手のラス1次第ではガオガエン1匹で全部破壊できるんだけど、剣舞ガオガエン自体は、バンビーくんも確か動画してたんだけど、なんか耐久ベースだったんだよね。だ、耐久に振るより AD 特化させて命の弾を持たせた方が強くねえと思って、あー死んだし。あれか、熱い脂肪じゃないな、倒せるってことは。で、環境操作型カビゴン倒して、ちょっとね、なんかナット戻ってきたんだけど、あれか、相手の裏でガオガエン受けれないから降参ってことかな。やべ、1分で対戦終わったわ。対戦ありがとうございました。ガオガエン最強。ガオガエンあれですね、耐久ベースの方が、まあ、多分メジャーなのか知らないけど、剣舞命の弾レベルの火力まで全然考慮されないから、まあ、使ってて楽しいですね。あと、こいつ一方的に隠密を起点にできたりして、積むチャンス自体はそのカバルドンの補佐とかがなくても、まあ、結構あるん で、相手のパーティーこれ、まあ、トリル、ミミッキとかシャンデラのトリルからのカビゴンか、まあ、ロンゲが壁張って呪いカビとか悪だけミキスで積んでくるか、ロンゲが、高校の尻尾トリックぶちかましてきて呪いカビで詰めてくるかみたいな、まあ、いろいろあるけど、まあ、シャンデラはね多分来ないと思うんだよな。ガオガエンとか鬱陶しそうだから、まあ、だからデラ来ない読み、初手ルカリオで、キス以外には割とガオガエンの通りがいいんで、ガオガエン、キスを対面からなんとかできそうなミミッキュ。この前室でいきます。よろしくお願いいたします。ガオガエン、AS ぶっぱなんですよね。AS ぶっぱにすると、どういう恩恵があるかっていうと、相手のロトムがあんまり素早さに振ってない方だった場合、上から叩き潰せるんで、まあ一応、まあワンチャンロトムにも抗えるぞ。で、あーまあロトム VS ルカリオはどっちが有利とかないからいいんだけど、まあ、ここインファ打つけど、上からボルチェン打たれて、インファをシャンデラとかキスで受けられると、ちょっと鬱陶しいな。インファ通る。ってことは相手のロトム素早さに、めっちゃ硬いなこれ。インファ半分入らないのは HB 特化レベルだから、鬼火とかかな、かわさねえかな鬼火。まあ当たると。まあしゃあない。最近なんか自分でもやばいなと思うことが、なんか飯屋とかに行くんだけど、なんか飯食った後に、飯屋ね。外食なんだけど、まあ、外食なんで、きちんとお金を払わないと、まあ、食事を提供されないわけなんですけど、なんか飯を食い終わった後に財布がないことに気づくみたいな。なんか飯屋ってその、食券制でーすとかだったら、まあ、その飯食う前にお金払うシステムだけど、まあ、多くはご飯食べた後にまとめてお会計するところが、まあ、そういうタイプが多いと思うんだよね。オルジンこれ死ぬかな、インファ2回打ってたら。耐えた。まあ、あれだけ耐久に振ってたらない。
で、まあ、そういう飯屋に行った時に、飯を食った後に財布がないことに気づくケースが多くて、まあ、多分人間としてどこかしらに欠陥があるんだろうなって、まあ、思うんだけど、まあ、でも今のところ、まあ、そういうケースに今まで 4,5 回ぐらい遭遇したことがあったんだけど、まあ、僕もね、もうプロなんでね、常習犯なんで、まあ、そういう時にきちんと謝って、お店の人から許しをこう言い、大体、まあ、いつも携帯ですね、スマホとかをお店に預けて、その間にお金を取りに行って、まあ、帰ってきてお金払って、スマホを返してもらうみたいな、スマホを担保にするって形ですね。それでいつも許してもらってはいるんだけど、まあ、あんま良くないんだけどね、本当は。まあ、今のところ僕がそういう現場に陥った時に、関わってくれた人たちの心が優しかったからこそ助けられてるけど、まあ、これって財布がないことが発覚した瞬間にさ、なんか警察とかに通報されたらそのまま連れてかれるんかな。なんかまだそうなったことがないから割と安心しきってはいるんだけど、でも初めての時はね、初めて1回目にそういうことをやらかしてしまった時の心臓のバクバク感はえげつなかったね。多分あれなんだっけな、自動車学校まあ自動車学校のをなんて略すかっていう話は置いといて、まあ僕は車高って言ってたんですけど、の帰りに、まあ、うどん食って帰ろうと思ってうどん屋に行ってうどんをすすった後にお会計するタイミングで財布がないことに気づいて、いや、その時はマジでビックビックした。僕もまだ10代だったし初めてだったし、これもしかしてお金ないことバレたらあれか警察に突き出されるんかなみたいな、めちゃくちゃ恐怖心はあって、そのことに気づいたのはお金を払う直前じゃなくて席を立とうとした直前だったんだけど、もう飯食い終わったのにもかかわらず15分間席から立てなかったからね、やべえ、この現場をどうやって乗り切ろう、どうしたらいいんだ、このまま何も言わずに逃げるのが一番いいのかな、正直に言ったらなんか警察に捕まったりするのかなみたいな、そういうビクビクの気持ちと戦って、まあ、15分悩んだ結果、正直に話そうと思って正直に話したら、まあ、お店の人がとてもいい方でね、はい、待っててくれるよと言ってくれたんで、まあ、そのまま家に帰ってお金を取って帰ってきたわけなんですけど、これどうしようかなカビゴンきつくね、一回ガオガエンに下げるか、あくび、カビがあくび持ってたらだるいんだよな、あくびなかった場合はガオガエンで剣舞の起点にできるんですよ。で、ガエンって、ガエンじゃない、カビゴンってガオガエンに打点がノーマル技しかなくて、まあ、多分、まあ、だいぶしてきた。ここ呪いとか積んでくるかなと思ったけど。ちなみに対戦の流れを説明すると、相手のトエキスとミミッキュが対面した時にミミッキュが剣舞したじゃないですか。で、2手目に相手が、まあ、ロトムに引いてきたじゃないですか。あれは、多分こっちのミミッキュのダイマックスを読んで、ロトム切りだったと思うんですよね。ただ僕はそれを読んで、ミミッキュのダイマックスを切らなかったと。まあ、ここら辺の説明は、ちょっとするとめんどくさいんで、はい、まあ、割愛させていただくんですけど、まあ、今のところ、展開としては悪くない、てか悪くないけど、普通にきついな。カビゴンとキスの突破が、きつい。ミミッキュの化けの皮がなくなってるし、相手のトエキスの HP がほとんど削れてないんですよね。まあ、だからきついんだけど、あ、耐えた。強っ。あ、まあ、威嚇入れてたらこんなもんか。ガーウェンで一回威嚇入れてたら。で、大シル2回撃たれた。これあれだな、大シル3回撃たれたら、さすがにガーウェンでも追いつかなくなる可能性あるから、一回ダイブするか。ノーマルタイプにゴーストダイブ、もうこれは分かった上でやってるんでね。相手のカビゴンがノーマルタイプ、であるってこと。相手のカビゴンのウェポンが分かんないな。鋼技。で、ガオガエンに鋼技打ってきてたんだよな。ノーマル技ないんかな。いや、ない可能性はある。カビゴン、鋼技、炎技、呪い眠るみたいな技構成のカビゴンもいるんで、その可能性ありますね。炎打点も持ってる。眠るカビだったらかなり楽なんだよな。炎、鋼、2ウェポンの。ガオガエンに打点ないから、剣舞の起点にできるんですよ。あ、ガオガエンは、あれですね。まあ、カビにあくびなかったら対面でも起点にできるし、まあ、流れ際に出てくるカビゴンに対しても、まあ、剣の前積んでたら多分崩しに行けるんで、結構強いっすね。剣舞、ガオガエンは今使ってる感じだと。で、剣舞して、まあ、呪いとかしてきてくんねえかな、悠長に。いや、あくび持ってるかいや、あくび持ってるとマジきついんだよな。ガオガエンが何ターンで起きるかだから。いや、ここはもう一回剣舞します。
カビゴン対面でガオガエンの催眠ターンを消費して、ダイジェット覚えてるんで、ダイジェットをカビゴンにぶっ刺すことで、のしかかり言ってきた。これ、まひったら眠らなくなるけど大丈夫。マジでまひったけど、これで眠らなくなったけど、あくびの効果受けなくなったけど、まあ、かと言って、これきついな、どっちにしろ。多分倒せないんだよな。攻撃プラス4。で、相手のカビゴンが大シール2回打ってるんで、防御が2段階上がってるんだよね。で、おそらく大バーンで相手のカビ処理できないから、ダイジェット打つんだけど、ダイジェット、3回打てるかな。カビ対面でダイジェット3回打てたら、相手のトイキスの上取れるんで、まあ、痺れなければ勝ちなんだけど、ダイジェット3回打てなかったら、あ、てか、ガオガエンってこいつあれなのか。あ、痺れやがった。あ、ガオ、そう、キスに勝てないと思ってたんだけど、マジカルシャインがガオガエンに対して抜群で入るから勝てねえと思ってたけど、ガオガエンこいつ、マジカルシャイン等倍なんか、普通に忘れてたな。だったらいけそうだな。一回目しれっと痺れやがったけど、ダイジェット打って、え、強っ！これさすがに急所でしょ？ダイジェットで落ちるってこと。あー。これは勝ったんじゃないか。キス対面でしっかりガオガエンが動いてくれたら。必須、まあ、打点波動弾とか覚えてたらまあギリ打点はあるけど、まあ、こっちも剣舞積みまくってるからね。相手のキスがどういう方だったとしても、まあ、エアスラひるまないんで、ダイマックスガオガイはひるまないけどまひるよー、ひるまないけどまひるよちょっと待って、やばい待って、これエアスラ耐える、耐えなかったとしても、やべ、これ、はい、ネモさんよろしくお願いいたします。ラプラス、ラプラスなんかシーズン変わった直後は動画にしたりしてたし、なんか数自体もめっちゃ多かったんですけど、まあ、今シーズン中盤、まあ、てかもうそろそろ終盤に入ろうかなっていうところだけど、まあ、イメージとしては結構数減らしましたね。選出どうしようかな、まあ、ラプラス普通にきついんだよな。その壁巨大戦率ターンを稼ぐ方法もないし、すり抜けみたいな、壁無視して攻撃できるポケモンもいないし、まあ、前みたいにルカリオとかガオガエに瓦割り入れてるわけでもないし、立ち回りでごまかすしかなくて、まあ、川からでいっか。ちなみにカバルドンとラプラスはカバルドンが有利対面ですね。まあ、ラプラスが命の玉持ってた場合は話は別なんだけど、命の玉以外のダイマックス技は、カバルドンが耐えるように調整してあるんで、まあ、逆にラプラスを引っかき回しに行けて、まあ、なんで、まあ、カバからでいいと思います。相手のパーティー的におそらく玉持ってるのキッスかパッチラゴンなんですよ。あー、ちょっと待って、キッスはねちょっとめんどくさいな。でカバ投げる、何がめんどくさいかって、初手キッスでしょ、まあ、カバも考えてのキッスだと思うから、草技ありそうなんだよな。まあ、一旦ステロから入るけど、まあ、草技なかった場合はキッスがラムとかだと思うんで、エアスラから入ってくると思う。ラムキッスは多分ね、悪だくみから、うわ、やべやべやべ、これ耐えろ、耐えろ、マジで。危ねえ、マジで。そう、カバルドン、今まで結構防御に熱い方振ってたんだけど、まあ、今ね、結びキスうざすぎて特防にめっちゃ熱いカバ使ってるんですよね。そのおかげで無事耐えることができて、相手のキスこれメガネ確定だから臆病メガネとかかな。控えめだったら多分死んでたと思うんだよな。まあ、草結びだったらガオガエンで受けれるけど、ガオガエンで受けたところで相手多分キスに台は切ってくるから、まあ、これはもうカバおとなしく切った方がいいか。結び、はいはい、まあまあしゃあない。ステロ巻くことが重要なんでね。相手の裏、ステロ結構刺さるんで、タスキ持ってる可能性がありそうなパルシェンとかドリューズで、ラプラス自体にも、まあ、ステルスロック刺さるんで、まあ木毒で、まあ、ミミッキから入る。これ引いてくるかな。いや引いて、まあ、引いて木はしないか。一回結びで突っ込んでくるか。剣舞、いやー突っ込んでくる。メガネは確定選んですよね、多分ね。これ技打ち分けてきたら相手に土下座して謝罪するわ、疑ってごめんっつって。さすがに結びは、結び打つ意味ないもんこれ。いや意味はあるか。エアスラッシュと大文字とかだったら命中不安定だから、
まあ結びを打つ意味あるのか。いやこれ台増してくるかな相手のキッス。相手のキッスが台増してくるんだったら相手のキッスにの台場に合わせてこっちも台増しないときついんだけど、まあ、ミミッキュに台場使いたくないんだよな。やべこれ台場やべあれ普通にやばいやばいやばい普通にあれじゃん、トヨキッスにボコボコにされてるだけの一般人じゃん。キッス台場してくる、あの台場してくるか。相手もキッスの台場通せればもう残歩キス3対2まで持ってけて勝ち確だもんな。うわーちょ甘えたな。じゃれまたんにしよう。しかもよー、うんちゲーム始まったマジで。うん、なんもちょキスふざけんねえ俺さっきの対戦からマジでふざけやがっておい誰だよこのポケモン作ったやつ。うん、でガオがいいんじゃキスに勝てんくね。マイケル裏が何だったらいけるんだ。ガエン投げる。一旦ダイオールから入るのは、まあ、確定なんだよな。で、まあ、相手のキスが悪巧みとか積んでないから、まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるけど。ダイマ、ダイオール。キス、こんなポケモン作ったやつ誰だよって切れてるけど。まあ、別にキスのエアスラーにボコボコにされてるわけでもないのに、まあ、冷静に考えてさ、運ゲで負けてるわけでもないのに、なんでこんなに怒ってるんだろうって、まあ、自分でも思いましたね。ジャレツクを外したのも、冷静に考えると、ミミッキュのジャレツクを使ってる自分が悪いし、はい。なんか言い訳の余地がない気がしてきましたね。ダイオール、これどうしようかな、殴ったろうかな。いやでも殴っても追いつかないか。大ジェット打ったところで、まあ、相手のキッスも大ジェット積んでるから抜けないっしょ。で、どうせ一撃で、大バーンとか言っても相手のキッス一撃で倒せないから、これ魂の、あ、オッケー。いや、これ違う。考えてみてほしい。マジで考えてみてほしい。ジャレツクが外れる可能性は 10% なんですよ。で、まあ、2連大ウォールが決まる可能性は 30% あるんですよ。つまり、まあ、ジャレツクを外す方が運が悪いんですよ。あれでめちゃくちゃ運悪いポイントを消費したから、まあ、ここで運がいいのが返ってきても、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。大ジェット、はい。で、相手のキッス結びだったんで、ここはもう結び打つ意味がないんで、相手のキッスが、こだわりメガネなのは確定で、まあ、相手のキッスがメガネ持ってるってことは、こんなんもうあれですよ。結びなんてガオガエンの起点にしてやればいいわけなんで、剣の前にしてるわ。剣舞。チュイ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 。てか、ガオガエンの方が早いんですけど、相手のトエキッスより。相手のキッスこれあれか、耐久ぶっぱメガネ型みたいな感じか。結び、はい。まあ、剣舞積んだのはいいけど、まあ、相手の裏にミミックいたら止められるんですけどね。まあ、ここはもうこれ以上剣舞積むメリットないんで、まあ、相手のキッス落としに行って、まあ、裏次第だな。いやでも、マジで、ミミックいなかったら、ぶち抜けそう。パッチラゴン。スカーフやめてね。こいつがスカーフだったら、まあ、ガオガエン。S プラス1のガオガエンより先行で動いてくるんだけど、スカーフじゃなかったら、これ上から DD ラリアットで。じゃあ、スカーフだったとしても、オッケー、スカーフじゃない、落ちるっしょ、これ。ラリアット。ガオエンの DD ラリアットマジでかっけえな。強っ相手のラス1次第。ここまで持ってきて、ラス1ミミッキュでーす。あなたに希望はありません。みたいな絶望。もう与えてくるのだけ。あ、オッケー。パルシェンもね、物理耐久がめちゃくちゃ高い。ケンタってね、現在使えるポケモンの中だと、防御所属種ランキング多分3位ぐらいなんですけど、ま、さすがに研磨した色調の玉ガオガエンのフレアドライブは、耐えないと。神ゲー始まった、これ。こんな神ゲーを使ってくれてありがとう。増田さん、ありがとうございます。感謝しても、感謝しきれない。せめて